セイムブルーは右側を聞け。ライトサイド。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ、レンです。大好きな新曲がまた生まれてしまいました、カイトです。こんにちは。大好きな新曲、ちょっと遅いんじゃないかな、セイムブルーちょっと結構流れ乗り遅れてるし、一回俺なんかリンキンパークあげてドスベリしちゃってるけどいや待ちに待ったセイムブルーが、はい、来ました。お待たせしました。はい、いや、かっこいいっすね。いや、かっこいい、めっちゃいい曲だよね。早い、うん、ギターがかっこいい、うん、っていうか、うん、めっちゃいい音。あ、音、うん、爽やかでめっちゃいい曲だなっていう要因になってるのかな。当たり前じゃないですか何、え、どういうこと、どういうこと、なんで俺だってギターしか聴いてないでこの動画撮ってくれ。全体で聴いてる人のイメージで。いやいや、全然ギターが8割、ギターが8割です。8割、そりゃそうっすよ。ちょっと勉強足りなかったっす。いや、全然ちょっと試して、はい、ギター物理なかったからさ、ちょっと俺のせい、俺のせいかお待たせしましたということで、はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムセイムブルーのギター分析動画、早速レッツゴー。でセイムブルー、みんな思ってると思うけど、やっぱりギターの曲なんで、みんな思ってる、みんな思ってる、みんな思ってる。ギターの曲じゃない、変拍子のドラムの曲。いやいや曲の頭どうやって入るか知ってます？ギターの音。ああ、確かに、ギターの、あれが爽やかな、ギターの曲じゃないですか。ジャンジャジャンが爽やかに、そう、この右側で鳴ってるギターのスーパークリーンの超綺麗なストローク、うん、右と一回聴いてみましょう。右と流しちゃってね、さ注目しないじゃあ一回右に注目して、右聴いてみよう、行くよ。ほっ、いい、なんかもういい右、いい右入ってる、いい右入ってる、いい、いい右ストレートボクシング入ってる。いや、これイヤホンで聴くともうバチバチに右なんです。今俺でもこのコランカーのスピーカーのここら辺注目してるけど、いや、わかった、ちょっと待ってここで一回流してみる。で、一応、レンさんの方から多分ガッツリ聞こえるから、あ、ここ、そう、あ、いいね、ちょっと聞いてみたい。ほい、こんなに、ほぼ、こんなに右、そう、右でしか鳴ってないでしょ。そうなんだ、そういうぐらいだね。今全然こっち聞こえなと思ったらバーンってされて、そうやられたけど、そうで、途中からドラムとかが入ってくると左でもガッツリなるんだけど、うん、こっちではギター、うん、今のストロークは鳴ってないんですよ。へえ、そう、小笹さんの音を聞きたい、ほぼ全てのヒゲダインは小笹さんの音みんな聞きたいから、うん、右だけイヤホンつけて聞ける。あ、もう左ですね。いや違う、そういうそんなレベルで、え、そうですよね。いや、でもちょっと面白いね、右にずっと注目して聴いてみたいかもこの曲を、まあ、やったことないから。いや、まあまあ、うん、まあもう一箇所右に注目するポイントがあるんですけど、うん、ちょっとその前に、うん、まあ、このイントロの流れで、うん、この曲をヒゲダンたらしめてる部分があると思うんで、もう気になる、10秒から入る、うん、ホーン、ブラス、あ、ホーン、ホーン、ホーンセクション、へー、ここでしか、この曲一曲通してポワーポワーみたいになるところ一曲通してそこでしか入ってないんだけど、うん、それが入ってることによって、うん、あ、ヒゲダンの音だってなってると思うんだよね。あー、まあ、メンバーの楽器じゃないけど、うん、まあ、そのサポートの人の、音だとは思うけど、うん、ヒゲダンたらしめる説得力があるというか、うん、ここでヒゲダンってわかんない、ここでヒゲダン、あ、ヒゲダンの曲だってわかるから、ちょっと一回そこ注目して、まあ、わかると思うけどみんな、うん、はい、一回注目して聴いてみてください。はい、ほっ、一気にヒゲダンっぽくなる。いや、そう、なんかもう鳥、朝鳥が飛んでるみたいなイメージ、うんうん、すごい爽やかな、そう、ジブリ感だね、はずだね。なんでなんだろうね。いや、もうヒゲダンって、ヒゲダンの音じゃない、これが入ることによって急に、うん、なんでですか。やっぱまあイメージ、ただのイメージなんだろう、ノーダウトのせいか。まあまあ、そうなんかイメージだけど、ノーダウトもなんかこういうイメージだった、うんうん、でもあれか、宿命とかもてっててててての音も、あー、確かにそのメインフレーズを保温で補うことって結構多いかもね。うん、だからもう超イメージあるね。でもここだけなんですよ、この1曲通して。へえ、
ここで俺らヒゲダンだよってやって、もうそっからは自由にやってる。そっからは本当のヒゲダンって歌うし、声でわかるからまず。でもここが、でもね、個人的にはその曲の入って、うん、結構うおってなる部分、うん、すごい好きな部分なんで、ちょっと一回紹介しました。ちょっとコメントで聞きたいの、訪問セクションが目立つ曲、ヒゲダンの結構全部じゃない私この訪問セクション、まあまあ、まあ全部じゃないの。そう、他の曲でいや、ほんとなんか結構今自分で宿命でしっくりきたから、うんうん、なんか他にもなんかあるかなみたいな。でも急にやっぱでも本当にあ、ヒゲダンって一瞬でなるよね、これ入ることによって、うん、で、うん、さっきレンさんも言ってくれたと思うんですけど、うん、この曲やっぱり変拍子、まあ、そうね、イメージ転調、うん、変拍子と、まあ、転調は正直ギターってあんま関係ないんですけど、うん、まあ、変拍子って楽器体も難しいイメージあるじゃないですか。ある。変拍子って実は、うん、拍をちゃんとカウントするとやっぱりややこしいんだけど、うん、弾くフレーズごとで覚えると実はそんなに難しくなくって、ちゃんとリズム、うん、カウントを取ってフレーズを覚えて弾くってことをやると実はそんなに難しくない。なんかあれだね、達也も前ドラム分析でさ、まあ、歌の話した時にさ、うん、歌のメロディーとして覚えれば、うん、まずその拍数えるとごちゃごちゃになるから歌でメロディーとして覚えればいいみたいな。あれと、うん、あれのギター版って感じなのかな。そう、うん、だから変拍子に抵抗があるっていうか、まあ、その例えば楽器演奏するとか、うん、あと聞きにくい、聞くのがちょっと乗りにくいとかって思う人は、うん、フレーズで覚えるとか歌のメロディーで分割して覚えるっていうのをやってもらうと、うん、意外とすんなり聞けるんじゃないかなと思います。確かに。でサビとかが、うん、もう結構そのコードをガーって弾いてるだけで、うん、フレーズとしては難しくないから、うん、サビとかがすごいシンプルなんですよ実は、うん、コードを弾いてるだけなんですけど、うん、まあ、そこがやっぱり小笹大輔なのかなっていうのが、ちょっと引き算した感じ。そう、やっぱりその変拍子と転調があって、まあ、さらに、うん、まあ、結構しかも速い、うん、ここでギターがごちゃごちゃしちゃうとタッピングとかやりだすともうやっぱりね、メタルになっちゃう、ね、メタルになっちゃうし、うん、やっぱポップスじゃなくなっちゃう。まあそうだね、確かに。でこの青の箱、うん、やっぱすごい爽やかなアニメらしい、うん、だし、あ、爽やか、めっちゃ爽やかもうリアタイで追ってる、うん、面白い爽やかアニメ。やっぱそこにはやっぱりこの爽やかなね80年代メタルのなんかちょっと熱苦しいの入れないでほしい。いろいろやるとその疾走感が失われるっていう、あ、そうですね、側面もあるから、うん、乗り、それさらに乗りにくくもなっちゃうしね、うんうん、っていうのをやっぱり考えた結果、うん、シンプルなギターとかベースっていうのが、うん、やっぱりなんかずっと言ってるじゃないですか。そのそれこそノーダウトの時とかプリテンダーの時から小笹さんのインタビューでは、うん、曲を第一に考える、自分がやりたいことじゃなくて曲を第一に考えてるっていうのがもう芯としてやっぱりすごいしっかり持ってる人だな。長いね、ずーっとそうだね、うん、そういえば謙虚さ、謙虚さっていうか、まあ、そこが大事なんだろうね、うん、本人も、うん、どっちか大切にしてる芯なんで、うん、謙虚っていうかむしろ芯なんだろうね、うんうん、考え抜かれた完成度の曲してるもんだけど、うん、うんうん、ずるい。いやずるいよ、だってそれがだって自分が好きなことがだってこんだけドハマりするんだから、うん、それはもう才能じゃないですかね、うん、いやだからずるいっすよね。それ大体なんかバンドでギターってもっとシャシャりたくなって、いやギターはもうだってシャシャりたい人がやる楽器だから、ね、ソロとかやり始めるから、そうすげえ微妙な曲、目立ちたがり目立ちたがりがやる楽器だから、ソロバンドみたいな組み始めるもん。そうじゃないのはやっぱすごい、うん、まあ、そこがだから本当に小笹さんの強みというか、そうだね、はい、なんですけど、うん、控えめではあるんだけど、うん、やるところはやってるよっていうのがここすごポイント。これね、うん、実は弾けてない人結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、サビの流れでまさに右側、うん、畳みかけるようなフルピッキングが入ってる。フルピッキング、この曲テンポ早いじゃないですか、うん、ガーあ、頑張ってるの。フルピッキングってのは16部でひたすらピッキングしてますか。ガーってやる、これイメージないんじゃないですか、ね、ないない。サビの後半に入ってるんで、うん、ちょっとそこを一回聞いてみてください。秒数で言うと、はい、全部のサビの後半に入ってるんだけど、うん、まあ、1分40秒1サビの、うん、後半部分に注目して聞いてみてください、うん、はい、じゃあ右側に聞こえるフルピッキングに注目、いくよ。ほっもうこっからずっとむず聞こえないでしょ、ルルルルみたいな、聞こえない、聞こえないね。じゃあ右側だけ流してみて、あーこっちに行けば
俺の頭の上から今、うん、ここのスピーカーの左側をボリュームゼロにしたんで、はい、右側だけがなります。さあビームみたいなドゥーに注目いくよ。ほっしかもなんか音程結構ついてんね。テレルテレルテレルみたいな。やってることは、うん、あのオクターブ奏法っていう、そうそうそう、同じ音を、うん、まあ、ただのオクターブをガーって弾いてる、一番その、うん、目立つギター。へえー、聞こえなかったわ。めっちゃ聞こえるな、これ。めっちゃ聞こえるでしょ。かっこいいでしょ。かっこいいかっこいい。いや、これサビの後半に畳みかける疾走感全開のギター。いや、かっこいい。もうめっちゃ疲れてそうだね。いや、これはこれはなかなかっすよ。全体的にもすごい一番盛り上がるポイントやからさ、うん、そうそうそう、もう歌しか聞こえなかったり逆に、そうね、そうそうそう、だからさりげなくこの盛り上げる何仕事をしてるのがもうすごいな。いや、ちゃんといるんですよ、うん、ちゃんと出すとか出してるんですよ、音差さん。へえ、もしかも聞こえてない方がほとんどだと思うんで、聞こえてなかったわ、これは。右側に注目。なるほど、ああ面白い。今回は以上です。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムセイムブルーのギター分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、ヒゲダンの右側どういうことどういうことあのね、右側ってその音楽を聴く上でさ、うん、その正面からライブのステージを見た時に、うん、小笠さんって右側にいるじゃないですか、うん、だからギターとかってその右から聞こえることが結構多いんですよ。神手ギター、そうそうそう、ミックス的にね、うん、そう、結局そのライブで自分が見た時に違和感のないような配置をされてることが多い楽器って、うんうんうん、まあ要は小笠さんおささんの音ってこと右側で聞こえるおささんの音、こんなのあるよみたいな。そう、こんな右側の音好きですっていう、うん、右側に注目しているかコメントに書き込んでみてくださいと。わかんないよ、すごい弾けるからね確かにね、はい、ことで、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。ぜひぜひ書き込んでみてください最後まで見ていただきありがとう。またね。セインブルー聞きたかったですね。ライブで見たかったっすね。ウーバーとの VS 見たかったっすね。外れちゃいましたね まあ、まだ早かったんですかね。そう、俺らが多分まだヒゲダン、多分まだ早いよって言われて、なんか誰かに、神にまだ見に行くの早いから調子のになってまだ5000も行ってねえだろってなってるから、ちょっと外れましたみんな楽しんできてください。画像待ってます。